そして私たちは今日、新潟の
東京電力柏崎刈羽原発の再稼働申請を東電が撤回することを求めて今日ここに立っています。今日の呼びかけ文を読み上げて、今日私たちの主張とさせていただきます。柏崎刈羽原を原発を再稼働させるということ、それは東京電力の企業存続のために東電がメガバンクから融資を引き出すために原発を動かすということです。そして柏崎刈羽原原発を再稼働させるということ、それはここ首都圏で使う電力のために電力料金を少し安くするために、新潟の人々に不安と危険を押し付けるということです。柏崎刈羽原発が大事故を起こしたら、新潟と私たちのこの間には日本アルプス山脈があり、おそらく柏崎刈羽で事故が起きても私たちこの首都圏には多分放射能は大量には降ってきません。その代わり東電の電力を使っていない新潟の人々に多くの放射能が降りということです。新潟であれ、その隣の地域であれ、東京電力の電気を使っていません。私たちが使う電力のためにそういう人たちに危険が及ぶということです。私たちはずっと訴えてきました。この仕組み自体が間違っているということです。こういう仕組みを中で福島の事故が起こりました。今度もし柏崎刈羽原が再稼働され、そして事故を起こしたら、私たちは同じ過ちを二度繰り返すことになります。私たちはこの仕組みが間違っているとここで立って言い続けたいと思います。そして柏崎刈羽原の原発は現在安全審査申請を規制委員会で行っている状態ですが、この申請そのものを撤回することを今から東京電力に訴えたいと思います。頑張りましょう。まあ、それでは、まあ、この位置でちょっとマイクを回せるような形で全員参加で説明会議をやりたいと思ってます。じゃあ原発を再稼働させてほしいというものは、続きたいと思います。
が漏れたということが報道されています。で、僕はラジオで聞いたのですが、その報道の仕方が、あなたの第一声が作業員のミスで汚染水が漏れるという事故がありました、そういう報道のされ方をしていました。他の局ではどういうことかちょっとわからないのですが、そういう方がそうだったのだと思います。そういう作業員の人ということをまず想像する形で、汚染水が漏れたなどという報道の仕方が許されると思いますか。先週木曜日に発売された週刊文具という漫画雑誌で、1F という福島大学の収束作業に関わったという方 の漫画が掲載されています。その漫画自体、ちょっと評価が分かるところがあると思うんですが、その中でも今福島大学 の作業員の手取りは8000円から9000円、そういうことが描かれています。もうどんどん賃金が引き下げられているんですね。で、私たちは9月28日に、行う集会で、就職作業員あるいは罰の問題などについて、集会を行ったのですが、そこでも語られていました。例えば女性作業員、女性労働者、その労働者一人一人に賃金勧告で、環境省の規定で労働者一人に現地安い1万円を払わなければならない、そのようなことが決められています。しかしですね、その現場ではそういう現地安いの存在をする労働者は一人もいない、なされていない、そういう状態で、この1万円の現地安い、これ労働者ではほとんど9割以上が取られたという、そういう状況が伝えられています。おそらく今の就職作業の現場も同じでしょう。67年とか80年とも言われる就職工場の中でどんどん労働条件が引き下げられて、そしては手取り8000円で、あのぐらい金額だけ誰がやるのか、しかも減り続けている、労働者が減り続けている状況で、決められた企画業の中で作業をしなければならない、そういう状態の中で、この汚染水漏れという事態が非常に深刻化している、私たちはそういうふうに考えています。環境課長の中でも、例えば汚染水問題などというものは東電がその遮断機を使わなかったからだとか、もっと5年10年強固なタンクをなぜ使わなかったんだ、そういうことが言われています。もちろんそういう経費をけちる、そういう手抜き、そういう側面はもちろんあるし、そういうことは私たちも批判はしてきましたが、しかしですね、遮断壁を作ったところで汚染水問題、汚染水などというものが防ぐことは、できません。1000億円かけたところで、ほとんど結果は同じです。タンクの問題でも2年で実は壊れるような環境を使ってたらというか、それが5年10年であっても、少しの活動が必要、そういうことになるだけで本当的な解決にはなりません。海沿いに作った計画の別途台をしたらこういうことになる、汚染水問題に関するものは見ながら想定できたことであって、それに対して作業員の問題を抜きに、現場はアーシロコースのそのような主張を、私には続くつもりはありません。汚染水対策はまず就職作業員の待遇改善から、それが私たちの主張です。事故を受けた例えばダムの建設作業だとか防波堤作業だとか、準公務員、そういう形で、その地元の人を雇うということが行われているわけで、それが取り組んでできないはずはありません。ましてや、就職現場というものは国の予算をつぎ込んで、そしてもうほとんど政府管理下に置く、そういう状況になっています。それならば、もう本当に政府の責任で労働者に直接声をしろ、そういうことを主張していかなければならないし、今度10月15日に国会開会の日に私たちも含めて
走のというテーマでアクションを行いますが、まあ、その時にも政府の責任で労働者を直接雇用しろ、そういうことを訴えていきたいと思っています。で、まあ、もう一つマスコミ報道や文句なのですが、まあ、中国の経営にても、被害が拡大している、まあ、そういうニュースが流れていました。まあ、それ自体は、ウイスキー自体だと思っているんですが、僕を驚いたのが、その PM2.5 のスモークがどのように拡散するか、そのような地図が、なんていうの、中国本土から朝鮮半島、日本列島が並んでいる地図で、まあ、汚染がぶわーっと広がっていくような、そういう予測地図が出てきました。まあ、そのようなのを作れるなら、なぜ地図がないと汚染してやらないのか。他国の公開のことは取り立てて、ね、日本においては、まあ、自主党のブロック発言をマスメディアもほとんど非難、批判してない、そういう状況が続いています。で、まあ、いろいろ、まあ、国会などでも、まあ、汚染水はブロックできてないんじゃないかということが推計されてはありますが、まあ、政府東電の言い分だと、まあ、法案から汚染は広がっていない、まあ、ちゃんと言ったようにそういうことが言われているわけですが、それは海で測っても基準以上の、汚染値が出ない、まあ、そういうことなのですが、もうそれはもう海の付着物で広がっているだけであって、広がっているというだけであって、それはもう漏れた毒物がどん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 海に広がっているのは間違いないわけです。そういう予測、汚染の予測技術も、政府高齢は作らないで、韓国が日本の魚を迅速にしたそういうことに対して、もうほとんど加害者の逆切れとしか広がらないような形で逆に韓国を非難する、そのような態度は全く許されません。そして安倍首相は汚染水漏れ自体について世界に対して謝っていません。これはもう私たち断固通知しなければなりません。まず政府にやるべきことは福島第一原発事故、そして汚染をこの2年半たっても拡散し続けていること、それを世界に対して政府として謝らなければならない、私たち謝らせなければならない、このように考えています。共に公平、そして福島は謝らせましょう。まあ、最近見て言えば、なんか攻撃的ニュースの元首相が、なんか原発を言い始めている、まあ、そういうことが言われています。まあ、原発運動とか原発に反対している政党の中からの、まあ、反対する声が聞こえます。しかし、ね、ちょっと思い出さなきゃいけないと思うんですけど、小泉元首相という人物は、公約なんて守られなくて仕方がない、そういうことを国会で言い放った人物です。これ覚えてますよね。要するに、ね、自分の口から出た言葉なんてものは、ね、嘘かどうか分からないと守る必要がない、そういうことを公言してはばからない人物なわけです。そして小泉元首相の地元は横須賀です。横須賀で一体何がありますか。そう、原子力空母もあり、そして核燃料工場があります。残したで作られた核燃料が日本中の原発に持ち込まれています。この高原発の燃料もそうです。あるいは、昨年では電解原発に新たに核燃料が持ち込まれました。そういう地元の核施設、あるいは原子力空母に対して反対しないままに、まあ、一般的に原発はない方がいいだとか、まあ、処分場についてはなんかグレグレ言っていますが、そんなことで発言を、認なんていうの、小泉を出す原発派だと認めるのはもうちょっと人が良すぎるんじゃないかと僕たち言っていいかな、いいですよね、僕たちはそういうふうに思っています。そしてこういうこと以前に思い出さなきゃなりません。ね、安全チェックも録音しないで福島第一原発事故を引き起こした怖いんだ、作られたのはこういう国政権の時です。
そして福島第一の安全装置、冷却に関する安全装置を設置させていただいて、設置を立てたのも孤立に成功です。福島第一原発の事故の演習戦犯は孤立に成功だと私は言われてもありません。そういうことを説明もしないで、あるいはなーなーにして原発はない方がいいなどという、一般的な、発言で、そういうことは弁解することは絶対に許したくありません、許しません。かしゃれかれた部分を確か広がってしまったんですが、言うまでもなく先生には漏れ続けています。で福島大学の敷地もうタンクだらけになって、もうほとんどどうしていいかわからない状態になっています。その中で福島大学の配慮にすべきじゃないかという声が政府内からも出ているということがこの間ニュースになっていました。これはもうおそらく収束作業のために福島大学も活用しなければ、もう追いつかない、もうそういう状況になっているのだと思います。しかし反応パクの中からも福島大学を配慮してあそこを職務上にするしかない、そのようなことをいう武器もあるのですが、もうこれは地元の人との関係で考えなければなりませんし、福島大学に汚染された廃棄物ということは、もうほとんど台風直前上に流れられません。そうなると、奈良波町とか、あの辺一帯の汚染による地下水政府の方針とはありえないわけで、そういうことは私たちも地元の要求というものを考えて、福島第二の配慮が実現したとして、じゃあどうすればいいのかということも考えていかなければならないと思います。で、あと、9月20日には浪江町議会が安倍首相の汚染は公安でブロックする対策が発言に対して、町議会が公示決議を挙げています。このように安倍首相の2人、公明党の2人は政治家の人が来ると思います。もうそういう2人は私たち一人に繋がって、この協定を解体して、そして発射的輝き原発の再稼働を絶対に阻止する、そして下北半島にも核廃棄物を持ち込ませない、そういう地方ご方面から繋がって運動を作ってきたと思います。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。事業主催者の相談があるのがあれですが、ちょっと本当に正直に申し上げますが、あまりにもいろんなことが同時に起こっていて、私たちも状況の把握、学習にがどうも追いついていません。今一番話題になっているのは汚染水問題ですが、そしてそれが海に流れていく海洋汚染の話ですが、例えば一方では、今週発売のスーパープレーボーイに掲載されていますが、阿武隈山地側への汚染ですね、水質汚染、これは飲料水として福島県浜通りならず中通り側の水道水の水源でもあるんですが、そちらの水源の汚染の問題が今問題化されています。そういった環境汚染の問題だけではありません。被害者への賠償の全く、ほぼネグレクトと言っていいほどの償いをネグレクトするこの当園の行為、それに加えて今ちょうどこれから早ければこの金曜日に閣議決定されますが、国の側の被害者への賠償支援等をほぼネグレクトするような、子ども被害者支援法基本方針案が閣議決定されようとしています。このような、償いをすっぽかす賠償をネグレクトするような問題、
さらにはまた別のところでって今問題になっていますが、原因搾取の問題、つい東京の中でも条約会がありました。当然の、原発事故直後のカメラの同時上映会がありました。あれを見るにつけ、東電はまだまだ私たちに隠していることはいっぱいあるということが分かりました。このような問題が全部一遍に同時に起こっておいて、その上で新潟の柏崎火災など大変な問題があります。ここでもう一回ちょっと今不幸な事態になったので、もう一回ちょっと新潟の話を戻す形でちょっと、じゃあみんなで少し、この人数ですが、コールしたいと思います。まあ、いつも同じこと言ってますが、私たちのアクションは、ここ東京で行ってまして、ここに来れない方がいっぱいいます。この原発の構造から考えて、本当に被害に遭った人、本当に被害に遭うかもしれない人は、ここから遠く離れて住んでいて、高い交通費を出さない限り、ここに来ることすらできません。私たち、ここで今、被災した人のものも含めて、比較的、近くに住居があったり、勤務先があったりということで、この時間にこの場所に来れています。ここに来れない、本当に苦しんでいる方、不安に思っている方の気持ちを全部受け取りながら、こういう行動したいと思います。簡単に短く言葉がありますね。じゃあ、何かと、じゃあ、最初はこう、僕は言わないでも体を上げてみましょう。柏崎刈羽の再稼働反対。柏崎刈羽もう動かすな。今日は我々の公共
員さんはいらっしゃらないようなので、まあ、前回の時はですね、窓際でね、ロビーしてる社員がいてちょっとカチンときたんですけど、まあ、我々見られてるんだし、同時に我々はあなた方を見てます。まあ、要するに世間の関心は何だかんだって東京電力さん、あなた方であるわけです。首都第一原発事故の収束なんていうのは全く目処が立たない状態。今日も作業員さんがコースの配管間違えたかなんかで6名被爆したそうです。なんかツイッター上の情報だと外国はまた6名被爆というふうに概念を流しているそうですが、日本の巻き込みは作業ミスっていうことだけ強調してるね。当たり前といえば当たり前なんですが、原発で働くということは通常運転手も被爆者を出し、そしてこういった事故の中では作業員の被爆し、そして周辺住民、そして200キロ離れた東京の関東地方の我々も間接的に被爆し、もとい、ここにいる全ての人間が被爆しているわけです。まさにですね、東京電力はやっていることはもう放射能を撒き散らしているだけだと、そのレベルです。そしてその撒き散らしている放射能に関してもうね、止める術もないってはっきり言いたいんだろうけど言わない状態で、ある自称日本国の代表の方は安定でコントロールと言って、汚染水はコントロールされていると言っておきながら、監督官庁の資源エネルギー庁が汚染水止める相手が募集っていうことをホームページに述べてしまう。でもうお手上げ状態、そのお手上げ状態の当事者企業が柏崎刈羽っていうもう一つの原発を動かそうと、そんな許されるわけないでしょ。この柏崎刈羽だって大事に至らなかったと表向きは言われてるけど、新潟中越沖地震で活断層の延長線上で引きようで、中で断層が微妙に増えて結果として大事に至らなかったので十分そこから地震の引き換えを受け止めてきた。で、当日私は抜いて、ね、地震の時中越沖地震で決めましたけど、変電設備が引いてるじゃないですか。煙出して、あ、これ日本終わったなと思いましたよ。あの当時は要するにですね、今まで運が良かっただけなんですよ。日本の原子力技術は世界最高とか言っときながら、地震国日本では運が良かっただけなんです。文字通りね、世界最高の技術だったら今頃福島収束してるじゃないですか。その最高の技術だよね、福島収束させてくださいよ。で、資源エネルギー庁とかのホームページでね、汚染水処理の方法についてアイデア募集しますなんて情けない広告出さないでくださいよ。ダブルトークですよ、あなた方。ねえ、そんなにしてまで柏崎刈羽は動かしたいんですか。恥を知りなさい、恥を。あと皆さん、あの福島第二を灰色にしたしろとか陛下言ってますが、気をつけてください。第二を灰色にしろの裏には代わりに柏崎を動かしてあげてもいいんだよっていうのが多分隠れてると思います。我々が求めているのは、福島第一の5号機、5号機、6号機の廃炉、第二の廃炉はもとい、柏崎刈羽の廃炉、そして全ての日本中の原発の廃炉でございます。再稼働の禁止はもちろん廃炉です。で、ごまかしに乗っちゃいけません。東京電力、今すぐ柏崎刈羽の廃炉にしなさい。そして福島の人たちへの補償をしっかりしなさい。以上です。一人残らず被爆する。セシウムジャブジャブ、トリウムジャブジャブ、漏れて溢れてどんどん漏れる。せめこい喜び、風かけまくり、当然黙って風に散る。じゃあどんどんマイクをさらにお渡しして、皆さんそれぞれの言葉でそれぞれの思いを訴えてください。
これは我々今現代に生きている
きている人間たちの栄誉です。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。次の方。東電の皆様、今日遅くまでご苦労様でございます。お宅が、あんたらが今使っているその電気は、ちなみに原発で起こされた電気ではないので、よろしくお点、よく考えて使ってくださいね。さて、今、国会は閉会中でございますが、参議院議員の経済発表省委員会で、お宅のですね、広瀬社長が、何私の広瀬社長がですね、おっしゃったことがあります。いまだに空気中に1時間あたり1000万ベクレルの放射能が漏れていると。1時間ですよ。でその続きましてですね、海水中には200億ベクレル毎日漏れていると言っております。こんなゼロダラ漏れの状態の時に何でも柏崎海岸で考えるんだ。いい加減に目を覚ませ。まずやらなきゃいけないのは汚染水を止めてから、いろいろなことを考えなさい。よろしく。おまわりさん、先ほどね、そっちにあった、黒い、タクシー信号無視でしたよ。この電車何も言わないんですか。我々を関するのは得意なんですが、そういうふうに無視する、交通ルールを無視するタクシーを利用するわけですか。どうなんですか、その公安の皆さん。おかしいでしょ。気をつけてくださいよ。お前さんに公平性を伝えてきたのか。仕方なく電気を使って
ますが、それは損害賠償をするための支払いであって、かつてエネルギーを使うためのお金ではありません。おかしいじゃないですか。国有化されてるんだから国民がどうしてほしいってことをちゃんと言うべきじゃありませんか。とりあえずそういうことです。この人たちが各自立ち上がる光屋にお金を上げること自体が間違っているんじゃないでしょうか。どうもありがとうございました。じゃあちょっとここで、ちょっと挟ませてください。はい、皆さんお疲れ様です。多分東電マークショーのアクションに来てくれる方は、私が前に出てくると嫌な予感になっているんじゃないかと思う気がするんですけれども、その予感も当たりです。毎度毎度のお願いで申し訳ないんですけれども、こういうアクションにはですね、プラカードを作ったりですとか、この後お金がかかっております。で、本当にいつもこんなに少ない中で、誠に心苦しいんですけれども、お仕事だけで結構ですので、スピーカーとか最近実はスピーカーを新調しまして、私ども。で、これに数万かかっておりますし、それで、これで、底をついてしまいまして、お金がなくなってしまいまして、プラカード作ったりとか、そういうものも使いますので、皆様の、温かい感想をいただければと思います。で、このお住まいの皆さんの場所、この大きい車だけあって、いっぱい金魚の使い切るわけではないので、これを直さない、カッパーをお住まいの中にいただければと思います。どうもよろしくお願いします。回らせていただきます。はい、また皆さんから皆さんそれぞれの言葉で東電へのメッセージをアピールをいただいた方、では続けたいと思います。はい、はい、お願いいたします。こんばんは。昨日のネットのニュースで時間現在なんですけど、国民より東電が大臣電気料金使って粉飾決算、大新聞テレビがなぜか頑張りなら会計士や税理士の間で、粉飾決算になる会計
はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様です。はい、こんばんは、東電の皆さん。せっかくここに来たので、私は東電の皆さんに言いたいことがあります。私は今、東電社員の皆さんに望むことがあります。皆さん、一人一人が今のこのおかしくなってしまった日本のことをどう思っているでしょうか。このめちゃくちゃな犯罪並みの大事故を起こした東京電力が、なんでまだここに存在しているんでしょうか。全く調査もされず、訴えもされず、訴えられても裁判所までが全然罪を問わない。絶対おかしいですよ。なんで警察は家宅捜査も入らないんですか。たとえ事故だったとしても、事故だけでも普通なら家宅捜査が入って、その事故の原因を追及して、そして再発防止処理がされて、それでも1週間1ヶ月長期間の営業停止があることがあって、そして初めてまた営業できるようになる。それが普通じゃないですか。なんでまだ何の罪も問われずにここに存在してるんですか。私はこの状態が本当に恥ずかしくて恥ずかしくてたまらないんです。当然の社員の皆さんもそう思ってる方いると思います。この法律が守ってくれるから、政府が守ってくれるから、警察が守っていてくれるから、法的に私たちは何の罪もないなんてあぐらかいてんじゃないよ。このおかしな会社を潰さない限り、私は日本の復興はないと思います。そんな日本の汚い、この悪魔の象徴の東京電力が存在する限り、原発収束したって、脱原発したって、絶対に心の安らぎは来ないんだよ。皆さん、あなた方も心があるんでしょう。自分の子供に何て話すんですか。第一責任はないって言って、自分の息子も娘もまた骨使って東京電力に入社させるんですか。そんな恥ずかしいことやめてくださいよ。そしてお願いです、社員の皆さん全員が辞職してください。政府も経済界も揃って、この悪魔の象徴東京電力を潰さない気でいます。だけど潰す方法があります。全員会社を辞めてください。一人も社員のいない会社なんて成り立たないでしょう。皆さん、辞表を出してください。全員が辞表を出してください。辞表を出さなくても職を失った人が何万人もいます。あなた方も原発が原因です。あなた方も原発が原因で何万人もの人が職を失って、家を失って、そしてふるさとも失ってます。
そして日本中が自分たちの誇りを失ってしまったんだ。この悪魔の象徴を潰してください。もう周りから潰せないですよ。でもあなた方たちなら潰せるんです。全員辞職してください。お願いします。全員会社を辞めてください。あなた方の会社何の技術もないし、できることはただ単に軍事を悪の電気量を集めていることだけでしょう。何の価値もない会社ですよ。さっさと全員辞めて再就職してください。他の会社に行ってください。全員会社辞めてください。日本を復興させるために真剣にあなた方ができることを考えてください。心があるなら考えてください。思いつかないなら私の案を実行してください。最後にもう一度言います。当店社員の皆さん全員辞職してください。会社を辞めてください。会社を自ら潰してください。お願いします。ね、議論を呼ぶみたいな。でもどんどんそれぞれの方があれですよね、違う考え持っててもくれていいと思います。こう訴えの場であると同時にそういった議論のフォーラムがあってもいいと思ってます。じゃあどんどん続けましょう。マイクをマイクリレーを続けたいと思います。今あれですか、生意気にもあの東京電力株式会社がうるせえからこっち向けろって言ったんですか。これひどいですね。なんでその顔が熱いんでしょう。向こうに向いて向けてね、しっかり聞いていただきましょう。あそこが悪いんですから、そこのビルにうるさくしてもダメですよ。あそこですよ、あそこが、見てください、声を聞けですよ。原発事故被災者、そうですね、あそこ直接関係ないかもしれないけど、子供被災者支援法というものがありますけどね。そうですよ、被災者じゃないですよ、被害者ですよ。ここの被害者ですよ、被害者支援法ですよ、あれは。でね、はっきり言いましょう、本当にね、皆さんも同じ思いじゃないですか。いずれにせよ最近原発に反対するということで声を上げる人が増えてまいりました。最初のきっかけはおととし2011年3月11日正確には原発が爆発したのが3月12日で、それから声を上げたんだと思いますが、私は個人的に言わせていただきましょう。未だに私は長い長い2011年の3月11日を暮らしている気分ですよ。そうです、原発を止めろ、原発をやめろの声をいくら上げてもここですよ、ここ、ここがノーノーとしてボーナスだ、税金投入だ、あげくの果てに原発再稼働だ、言ってるうちは私は私の中で2011年の3月11日が終わることはないです。今が2013年10月9日の気分ではありません。そりゃそうですよ、この国、そしてここのお友達のマスコミ、そうです、新聞各社、紙資源の無駄だから新聞するのやめてください。そして
ね。もう一度蒸し返しましょう。某読売テレビというところは原発がなくなった江戸時代に戻ってしまうとおっしゃっていましたから、あなたたちこそ電気の無駄ですから放送やめてください。ですね、話が横道にそれてしまったけど、政府雇用マスコミ上げて原発事故が起きた直後にやったこと、みんなそれに腹を立てて立ち上がったんでしょ、声を上げたんでしょ。そうですよね、自衛隊、消防庁、警察、総動員で水をぶっかけに福島には向かいましたけど、大型トラック、自衛隊だって大型トラックいっぱい持ってるでしょ、大型トラックをいっぱい福島に寄せて周りにいる人々を逃がしましたか。違うでしょ、いの一番にしたのはこの企業かなうことじゃないですか。マスコミ総出で、ね、あの直後に定食屋で飯を食って、そしてテレビのワイドショー、地元の推進派の議員が出てきて、いやー、バルバルは福島の原子力発電所だ、命を共にしましたなっていうだけなことを言って、そんなのを紹介して何もなかったふりをして、今になって汚染水漏れ、汚染水漏れ、汚染水のタンクのパッキンがひび割れてる、錆びてる、どうですか、いの一番にしたことがここをかばうことですよ、ここをかばうことで地元の福島の人たちを逃がすわけでもない、その上放射性物質の拡散によるデータも隠蔽されました。そうです、原発やめろ、原発いらないの声も上げるのも当然ですけど、ここですよ、ここ早く会社を畳んででもちゃんと保証しなさいよ、責任を果たしなさいよ。ノーノート、ボーナスだの、そして未だに内部留保が5兆円だの言ってる会社、未だにノーノートしてる、そのこと、そのことですよ皆さん、ご通行中の皆さんもね、そしてそこに立ってらっしゃる警察官の方も機密を返して、あそこの上の方を走ってて手錠かけなきゃ撃たないぞ、ね、そして今回の汚染水漏れの問題に関してもタンク安物品でどうしようもなくてタンクに溜めておいても水が漏れてる、そしてそのタンクを発注する時のことは皆さん覚えてらっしゃいますか、早くっていうのは理解します、汚染水が漏れちゃいけないから早く設置して溜めとかなくちゃね、早く作ってくれは理解しますよ。ところが内部留保5兆円も貯めてる会社が安く上がらないかとは何事なんだよ、早くは理解しよう、安くは理解できないよ、要するにその体質が暴露してるのはあなたたちが銭の亡者だっていうことじゃないか、そうだ、誰もそうだね、我々はそんなあなたたちの姿勢を見て、あなたたちの要求、あなたたちのやろうとしていることを一切認めるわけにはまいりません、警察隊かもとってのほかです、その上で排雷費用を電気料金に上乗せたってのはとってのほかです、そもそもあなたたちが電気料金を徴収することには反対です、
ありがとうございました。じゃあちょっと時間もありますので、少し停止ここでちょっと告知をして、それで最後の講義に行きたいと思います。先ほどの寒波のご報告です。皆様からの暖かい寒波、3569円いただきました。解説で使わせていただきます。ありがとうございました。ちょっとついでに一言言っておきたいんですけど、東電マークションが集まると、どうしてああいうふうに公安さんが来るんでしょうね。特にここに立っている川端さん、毎日会うの嫌なんで来ないでもらえますか。本当に毎日毎日、川端さん、鬱陶しいんで、来ないでください、川端さん。取り締まる対象間違ってますから、私たちに支払わないで東京電力逮捕してくださいよ。間違ってますよ、県市長。それから、丸の内との川端さんは公安だから東電が対象じゃないでしょうけど、私たちはあれですよ、私は暴力集団なんかじゃないので勘違いしないようにしてください。私たちは一般市民です。カンパーって非常に助かるのは、このトラメの電池代が一番かかりますので、またこれでフレッシュな電池が買えると思って、どうもありがとうございます。じゃあちょっと、次の来週また、ちょっと場所の違うところで発表するので、ちょっとお待ちください。じゃあ、どうもお疲れ様でした。告知に話をつなげますが、先ほどから話が出ている経産省の諏訪大臣の汚染水の解決策募集をちょっとプリントアウトしたものをいただいたんですね。これを見ますと、次の技術提案募集を行います6項目があります。1つは汚染水の所有、そして汚染水処理、
そういうことが必要なんだとは私たちは思っています。そして、まあ、原発はもちろんなくし、そして温暖化の、ね、原因ともやれる火力発電の数も減らし、小中規模の自然エネルギー、そういうものを各地に作って、ね、電力の自給自足体制、そのネットワーク化、そういうところで本当に原発のない社会というものが、展望できるのではないかなというふうに思っています。まあ、これまでいろんな運動の努力や、まあ、議論が必要な話で、まあ、なかなか道のりも遠いのですが、まあ、そういうビジョンを私たちは持ちながら、本当に原発をなくすための運動を作っていかなければならないと思います。そして10月15日に、東京事故の過半数を超えた一例を観測した国会が開催されます。で、オリンピック誘致の成功で安倍政権の支持率が上がっているそういうことも伝えられています。おかしいと思いませんか？おかしいぞ。で、原発汚染水はコントロールされている、そういう嘘を世界に対してついてオリンピック誘致に成功した。でもこれはもう、ね、東電が認めているようにもう完全に嘘です。嘘で誘致したオリンピックの開催など許されるはずありません。オリンピックなんて炎上するしかありません。しかし、そういうオリンピック誘致成功したから支持率が上がっている、そういう異常な状況が続いています。その中で安倍政権が次の国会で何をしようとしているか、原発再稼働、原発の実 TPP、汚染水、秘密保全法、共同財、オリンピック開催、集団的自衛権の容認、解雇中の経済ロック、生活保護引き下げ、憲法96条改悪、辺野古の基地建設をオスプレイ配備、消費税増税、まだまだありますね。まあ、こういうことを一つ一つ、ね、反対していかなければなりませんが、私たちは10月15日に、そういう安倍政権の暴走を許さないと、そういう声をもういろんな団体つないで召喚状まで上げようと、今企画しています。そちらの10月15日夕方の時半から、この安倍政権の暴走をもう本当に共同行動として止めよう、そういう行動を行います。これは実行委員会の開催ですが、東電マークスも賛同しています。いくつかの団体で賛同していて、まだ賛同を募集しているので、ぜひ、今いらっしゃるさまざまなグループの方おられると思うので、賛同していただければと思います。そして10月15日首相官邸国会に向けて、人権の破壊、そして戦争を向かう安倍政権、原発再稼働、原発を進むか安倍政権を絶対許さない、そういう声を共に上げていこうではありませんか。また10月15日もう1週間ありませんね。よろしくお願いします。最後にまた声を上げていきたいと思います。
松本を逮捕しろ。3時間前に行くと、それくらいが終わるのか、お伺いします。